宇宙世紀 0087 宇宙コロニーグリーンアワンの内部において地球連邦軍のジオン残党狩りを専門とするエリート集団であるリターンズが保有するガンダムマーク2の暴落事件が発生した。ダッシュした張本人であるガミーユ・ビバンが反地球連邦組織エウーノに参加し戦線に巻き込まれていく。次回ジャブロンを捨てるときブーム戦役の歴史を変えろ。エウーゴの先人部隊は無事地球連邦軍の総司令部のあるジャブローの爆散から離脱することに成功した。戦場を変えたエウーゴの上層部に香港シティにおいて正体不明の敵モビルスーツが現れたという情報が飛び込む。巨大なその姿の向こうにカミーユは一人の女性の姿を思い浮かべるのであった。次回悲しき再会ブーム戦役の歴史を変えろ。ニュータイプの少年カミーユ・ビダンは新たな力ゼータガンダムを手に入れた。再び宇宙に舞い戻ったカミーユの前に新たなビターンズのエースが現れる。月面都市ゴンドラウにコロニーが落下するという情報を入手したエヌーゴは月を救うために激戦を繰り広げる。次回ウニヘビアリブーム戦役の歴史を変えろ。キリマンジャロ基地にて再びサイコガンダムが現れたという情報が飛び込んできた。カミーユはゼータガンダムによりキリマンジャロに急行する。サイコガンダムのパイロットは香港シティでカミーユと運命の出会いを果たした少女ホウムラサメである。彼女を救うためサイコガンダムを撃破せよ。次回最愛の人を見てブーム戦役の歴史を変えろ。ゼダンの門、それはかつてアバオアクーと呼ばれた宇宙要塞である。一年戦争時ジオン報告軍が最終防衛戦としたこの地をリターンズは宇宙拠点として再利用していた。そのゼダンの門に宇宙要塞アクシスが急接近してくる。脱出中のリターンズを叩く。次回モグラが顔を出すブーム戦役の歴史を変えろ。ジオン残党勢力の一角であるアクシズと武力衝突することとなってしまったエヌーゴはアクシズの最終兵器であるコロニーレーザー兵器ブリプスを奪取するためにメールシュトローム作戦を成功させコロニーレーザーを入手した。エヌーゴ、ティターンズ、アクシズ、最後の戦いの幕が開かれる。次回閃光が走る時ブーム戦役の歴史を変えろ。